元気です。皆様もお元気ですか？おかわりありませんか？前回の続きでお話をしたいと思います。はい、アメリカでもそのコンマリズムが流行り、私は物の整理をして、近藤麻理恵さんの断捨離っていう本を読みまして、うん、はい、で、まあ、随分ドネーションさせていただいて。そうですか。でもなんか近頃はドネーションでもいいものしか取ってもらえませんよね。本当そうなんですってすごくピッキーなんですって。ですよね。で、まあ、でもあんまり断捨離してるとなんか購買欲もなくなって、そのなんか楽しみがなくなったかなと思いまして。そうですね、うん、シンプルイズベストっていう人がいて、よくなんか部屋の中に何もない人いるじゃないですか、うん、あれまでにちょっと味気ないなと思いますね。ですよね。デコレーションとかやっぱり自分の色を出した方が自分のニッチができるのかなというふうに思いますよね、うん、私ミコさん の、はい、そのミシガンの今度見せてもらったんですね。ピンクハウスですか？ピンクハウス、ピンクドールハウスですか？ドールハウス、あれはすごい綺麗で、でピンクっていうのはすごい柔らかい色だなと。そうですね、ショートカーピンクだと疲れるんですけれども、うん、柔らかいベイビーピンクみたいなんで、それはすごくいい調和が取れてるかなと自分なりに思ってますけれども。ですよね。男の人はどう思うか分かんないですよ。可愛かったですよね。女性は100人来たら100人みんな気に入りますね。うん、ですよね。今度それをちょっと動画で見せてください。もちろんです。はい、分かりました。お願いします。で、まあ、言ってみたら好きなものに囲まれて、で、まあ、少し自分にワクワクするものを買うといいんじゃないかなと、はい、うん、そうですね、気持ちよくなりますよね、うん、はい、買い物もすごくストレス発散にいいと思います、うんうん、今ね、私の娘から聞いたんですけども、アメリカでその洋服のリサイクルが流行ってて、うん、でリサイクルとか、あとそのレンタルですよね。リースみたいにね。リースみたいな。マンスリーリースですね。そうです。で、毎月今70ドルっていうか7000円から8000円払ってたら、まあ、洋服は7枚か8枚、その選択してくると。で、自分の好きなのをその動画で選んで、それでその選択して、まあ、選択して自分をそのまま返していいという。すごい画期的ですよね。画期的ですよね。アメリカのいいところは、結婚式とかも何をプレゼントしていいかわからないとか、うん、ベイビーが生まれた、じゃあ何を出産のお祝いしていいかわからないとかあるじゃないですか。あります。それがアメリカはみんなレジストレーションするじゃないですか、うん、あれいいですよね。じゃあ私はターゲットでとか、私はベイビーザーラスで、うん、レジストレーションしてるんでって言うと、そこのところに行けばその人が欲しがってるもののリストが全部出てきて、うん、そして自分が買うとちゃんと消されるじゃないですか。そうです、他の人が。そうです。あれはすっごいいいシステムですね。もういいなと思いました、うん、ですからそのリースもすごく効率的でいいですよね、うんうん、日本でも誰かやらないかなと思うんですけど。そうですよ、皆さんいいアイデアがありましたので、ぜひそれをヒントにして、商売したらどうでしょうか、うんうん、でいいですよね、うん、いいと思います。そういうわけで、まあ、私の娘なんかはかなりリースとか、あとそういうものをリサイクルをやってますね、うん、今アメリカの若い子多いですよね。そうなんですか。ちょっと勇気ありますよね、知らない人からすると、えっと思いますけれども、うん、まあ、やると楽しいですよね。楽しいですよね。自分で選べるんだったら、うん、で結婚式とか、まあ、パーティーの、うん、その1回しか着ないやつね。1回しか着ないので、うんうんうん、で靴は無理なんですけども、うんうん、まあ、大体洋服と、バッグは限られるようになってますので、うん、素晴らしい、素晴らしいシステムだと思います、うん、はい、皆様もちょっと考えてみてください。はい、で今ね、お仕事がお忙しいと思いますけれど、はい、フリーの時間っていうのはどのように過ごされてますか？私はですね、体を動かすのと、あと家にいるのと両方好きなんですね。ですから今ちょっとすごく冬の真っ只中で外あまり出れないんですけれども、天気がいい限りはゴルフしてます。だいたい土日ゴルフしてます、うん、それで今日みたいな寒い時はジムに行って、うん、ズンバとかヒップホップとかそういう踊りを1時間ぐらいやって帰ってきます、うんうん、それで家にいる時はハープを習ってるんで、ハープを弾いたり、はい、それでまだビギナーなんですけれども、あとは
油絵ですか、まあ、アクリルが多いんですけれども、うん、ヨーロッパの絵を描くのが好きですね、うん、そういうことしたりしております、うんうん、ハープはそのもう習いだな習ってね3年ぐらいになるんですけれども、まあなんですか私そういうの習ったことなかったんで、音符の読み方から始めたんですごい時間かかりましたけれども、なんとか4冊目の本が終わって次また新しい本買おうかなっていうところまで来てて、なんとか両手で、弾けるようになってすごいボケ防止になって思ってました。あ、そうなんですか、うん、この音符も読まなければいけない、等音記号、変音記号もありますし、和音もありますし、指を動かすという意味でもすごいボケ防止にいいなと思いました、私それは。あ、そうなんですか、うんうん、だって通訳さんっていうのは前もおっしゃってましたけど、はい、その音楽的なセンスっていうんですかね、そうですね、うん、それがなかったらダメっていうことで、まあ、ダメってことないですけど、言語に関しては音楽的才能がある人が、言語を覚えるのが早いですよね、それで耳から入ってきたものをそのまま発音でも何でもできる人が綺麗に話せるのかなと思いますね、うん、で、まあ、言語の場合は前も言いましたけれども、まあ、19歳ぐらいまでに習っておけばそこの国の舌の動きですとか顎の動きですとか、まあ、耳も慣れてますし、で、まあ、20歳ぐらい過ぎてしまってるとなかなかネイティブのように喋るのは難しいのかなっていうのが長年アメリカにいて気がついたことです、うん、わかります、うん、特に発音難しいですね、難しいですね、アメリカの英語の場合は特に難しいですね、つなげますからね、うん、結構英語っていうのはダラダラ流れてません、アメリカの場合はそうですね、うん、そうですね、切って切ってするっていうのも、うん、なんかこうな早く流れるっていうんですかね、そうですね、うん、それでまあ慣れないと慣れないほど早く聞こえますよね、言語っていうのは。ああ、やっぱりそうですか、うんうん、そうですね、だからこれからもう英語を勉強しようってしてる人もいると思いますけど、まだ耳を鳴らすのが大事かなと思います、うん、で恥ずかしがらずにアメリカ人が、ね、喋ってるように映画でもいいですから真似したらいいんじゃないかなと思いますね、繰り返して、うん、まあ、最初通訳の場合もシャドーイングっていうのから入るんですけれども、そうなんですか、人が言った文章をそのまま言うんですね、直後に、うん、それでちゃんと言えるか、それまず聞き取れてないと翻訳も通訳も何もできないので、はい、そういうシャドーイングというのをやるんですけれども、まず最初に聞き取れてますか、彼らと同じように発音できますかっていうのが、まあ、日本人でも英語できる人いっぱいいますけれども、はい、やっぱり学校で習っただけの人と現地で習った人とちょっと違いがあるかなと思いますよね、はい、うん、かなり違いがあるように思いますね、うんうん、まあ、つまりその応募返しっていうことですかね、そうですね、まあ、言ってみればそうですね、ですかね、うん、まず最初それから入ったらいいんじゃないですか、うんうん、と思います、偉そうなこと言ってますけど、あ、でもいや私はその美子さんが通訳さんのピカイチっていうことを聞いてますので、すごいなと、いや、ありがとうございます、特に同時通訳はすごいと思います、あ、そうですか、もうこれはね、本当にね持って生まれたものかなと思いますね、例えばですね、はい、輪ゴムを、うん、小さい輪ゴムをどこまで伸ばせますかっていうの限りがあるじゃないですか、あります、で緩い大きい輪ゴムだと結構伸びるじゃないですか、はい、である程度音楽も言語もそういうところがあるのかなと思います、はい、私はだから緩い大きい輪ゴムで生まれた人はたまたま、はい、結構頑張れば伸ばせられるのかなというふうに私の長い経験から言うと、限りがある人は限りがあるので、うんうん、そういうのが音楽に関しても言語に対してもあるかなと思います、ね、その限りっていうのは、なんていうんですか、こうの伸ばすことはできますか、ですからこの小さい輪ゴムで生まれちゃった人はある程度頃までしか伸びないですよね、伸びないですかね、うん、それであるところまで行けばいいですよ、伸びますよね、ですけれども大きい輪ゴムで緩いので生まれたらぐわってもっと伸びますじゃないですか、だからそういう意味では才能っていうのはそういうことなのかなと思いますね、なるほど、じゃあその才能があるってことはイコール天才ですか、でしょう、それは分からないですけれども、うん、あとセンスも入ってきますよね、翻訳の場合も通訳の場合もセンスがあるかないかっていうのがあるかなと思いますね、うん、いかに人に簡潔に聞きやすく通訳するか、そしてまた
翻訳の場合も人間が読める字幕でもそうですけれども、数ってパッて見て限られてるんですよ。ですからダラダラ訳してしまうのはいけないかなと思いますね。その大事なところを抑えてパッて見て簡潔的に書くのが一番いいのかな、まあ、特にプレゼンテーションの場合は契約書とかでまた別ですけれども、そういうセンスがすごく大事かなというふうに感じてます。私はそれすごく思います。仕事っていうのは全部センスじゃないかな、全部そうだと思いますよ。そう思います。あと周りの空気を読むのとか、そういうのすごく大事だと思いますよ。今すごくいいお話を聞きました、で今回、一応仕事のことを質問させていただきましたけれども、次回からは仕事とその自由っていうんですかね、そうですね、それに対して話をさせていただきたいと思います。はい、分かりました。じゃあ今日はこれまでで、皆さんありがとうございました。登録もお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。